さあ、チョコダン続きやっていこうと思います。光の守護者のダンジョンやって、ねえ、あんた知ってそれの続きやろうと思ったんだけど、なんかね、このババアと井戸端会議してたら、こういうね、話が出てきたんだよね。変なおっさんが降ってきた。で、みんなで居住区の空き家に運んだっていう話をちょっと小耳に挟んだんで、早速ちょっと空き家に行ってみようかなって思います。確かね、空き家ってね、もう一人の白魔が住んでたここなんだよね。ここに運んだって言うから誰なんだろうね、変なおじさん。ここはどこ？志村けん。あ、なんじゃ、お前さんもおったんか。志村けんじゃなかった、これ指導。お前なんか知らぬ間に太ったな。何？こんなに丸々としてた。初めてじゃと。お前さん物覚えが悪いとは思っとったが、わしのことまで忘れたか。まあちなみに主人公のチョコボも記憶を失ってるか、まあ、もしくは違う世界のチョコボという。白おじさん。あ、やっぱシドだ。おお、お嬢ちゃん無事じゃったか。ここはお嬢ちゃんがおった未来なのか、それとも。こんなにマリオに寄せてたっけシドって。なんかマリオにしか見えないんですけど。わしは何を言おうとしとったの。こんなに丸々してたっけ。ん、お嬢ちゃんは誰じゃ。ここ、下手したらチョコボと同じ姓じゃないこれ。なるほど。じゃ、シドを、これシド助けたら、バディになる可能性すげえあるな。天才科学者の記憶。6フロア。足元にご注意。罠だらけのダンジョン。レベル上限 55! 俺レベル今50にしてあるんだけど。マジか。もうちょっとレベル上げた方がいいってことか。罠か。罠を回避するには、なんもないな。罠回避しようにも、なんもない。あ、踊り子持ってたっけ、俺。あ、そういえばね、エクストラでイフリート仲間にしたね。あと、シバも仲間にしようと思ってるけど。どうしよっかな。デビルチョコボで、なんとかなるか？体力多めのやつにしようか。どうしよっかな。ちょっと罠で、いきなり体力がなくなったりしたら困るから、回復系のやつの方がいいか。フェニックス使うか。こいつは強いからな、回復系としては。尻尾で見えないからね、チョコボが。映りたがりだな、フェニックスは、本当に。じゃ、慎重に、進んだ方がいい。俺結構せっかち。あ、これは降りていいか。あ、アイテム持ってないのか。いや、でもいいや。降りよう。降りれるときは降りよう。無理になんか、チョコマが動くと逆に、ダークドラゴンか。見事に避けられたな。え、なんでこんな避けられるの？こんな避けられることある？すっげえ食らうし、なんか知らんけど。これダークブレイク強いからこれ使っていこう。あれ？全然効かねえ。やべえ、思ってた以上に強いぞ敵は。一応ディアか。あ、なるほど、光か。闇系ばっか。あ、そうか、闇系ばっかりなんか。暗黒騎士で来なきゃよかったな。白魔同士で来ればよかったな、それだったら。うわ、不安、これ。あった、やっぱり。なるほどね。パンサーか。こいつは、でもね、魔法に弱い気がする。そうでもねえな。単純にさ、単純にここのやつ強くねえか。ここのゾッケラ全員。ダメージ量が異常なんですけど。ああ、技が使えねえ。いきなり局面迎えましたよ、これ、佳境。いきなり局面迎えてるんですけど。ディア撃つか、もう。こうなったら。なんでこんなにミスるかな、みんな。
ミスりすぎじゃね？おお今のすごいな。今奇跡だな。まだ俺に生きろっつってんのか、このゲームは。ちょっと俺今諦めたんだけどね。今諦めかけてたんだけど。なるほど。まだお前はここで終わるようなやつじゃないってことか。もうちょっと続けていいようだな、俺は。このゲームを。敵が強すぎる、単純に。うわ、まだいる。ドンムブで動けない。これはもう倒すしかないね。まあ、しょうがないわ。こいつ闇属性だと思うから。あ、サファイアの剣。ちょっと待って、装備し忘れた。マイナス1か。いやでも、ないよりかはマシか。すっげえミスるんだけど、こんなにミスる確率ってどんぐらいなのこれ。ちょっと待って、こんなにミスるってどういう。危ない。地雷の隣に地雷か。やってくれるな、机にお前。相当喧嘩売ってんな、俺に。これすごいぞ、今3連続ミスってるよ。どういう確率なのこれ。宇宙誕生するんじゃないのこの確率。泡立った薬、まあ一旦回復して、回復できる余裕はないなこれ。降りよう。ちょっとレベル低いのかもしんない、俺が。だからめっちゃ食らってんのかもしんない。まあ、防御の あれがないっていうのもあるんだけど、道具が。道具がないっていうのもあるんだけど、足踏みしたい。どっかで足踏みしたいな。足踏みします。来たね。もう降りよう。敵が来るようなら起きる、降りるよ。次4フロアで。あ、もう次か。次ボスか。危ない。いやでもこれケアルっぽい可能性もあるけどな、これ。腹減りかケアルかみたいな、そんななんか変なことは起きないと思うんだけど。ちょっと野菜食べてみっか。足踏みできるだけ。あ、待てよ、回復アイテムがないんだな。確定の回復アイテムない。でも多分泡だったわ、ポーションだと思うんだよな。もう降りよう。もうダメだ、降ります。まあ、あれだしな、フェニックスいるしな。あ、バッ！おお、マジか！いきなりバハムート！マジか！うっそ！予想外！こんな早くお出ましですか？シェル使いたいが、まあ一応シェル使うか。危なくなったらフェニックス使います。フェニックスやっぱ魔法使ってくるよね。シェルでこれなに食らうの、減りすぎとちゃいますか。ちょっと減りすぎとちゃいますかこれ。これは勝てないと。もう言っちゃっていいですか、俺勝てないねこれこれ勝てないよ。わ、やらしい。イレース使ってきやがった。まあ、最悪再生の炎を使って、あ、転生の炎だっけ。まあ、負けじともう一回シェル使うけどね。さすがに。向こうは、あ、来た、近づいてきた。まあ、いきなり、とんでもない技使ってこないでしょうと予想して暗黒使います。101。ヘールアタックしたんかな。ああ、結構食らうな。結構食らうな、これ。もう、使おっかな、これ。転生の炎。で、一回だけ復活できます。ダークは効かないでしょう。もう暗黒でいこう。200は食らわせたよ。
痛え。これ痛えな。暗黒やめるか。一回ノックバック。300食らわせたよ。これで400。体力どんぐらいあんだこいつ。フレア。えぐい。単純にえぐい。サンダー効くかな。結構食らったな。意外と食らったような気がする。うわっ、これは強いよ。これは強いよ本当に。まあでも一回復活できること考えたら、ちょっと一回ご了承させてほしい。これで500は減らしたんじゃない。いいよ、もうご了承使うよ俺。ご了承、あそっか、もう暗黒使えない。ダークはそんな効かないだろう。サンダーにするか。で俺死んでもいい。600は食らわせたけどまだ全然光ってもいない。体力何本あんだろうこいつ。あれ復活できないの。さあバフムード絶対勝つ、絶対勝つわ。今回はもう絶対勝つ、それだけ言わせて。ちょっと鈴木奈々みたく言わせて。ちょっと何回も言いたい今。シェルの本ちょっと落ちてたんで、またシェル使おうか。あーマバリア使っても、いやでもいいか。まあ いやシェルにしよう。あこいつ元に戻しやがった。イレース使つわ、イレース使ってくるんだよな。いやでもやらざるを得ないだろ。諦めへん、私諦めへん。フレア、これは効かないだろ、そんなに効かないだろ言うて。だよね。で重要なのがこっからだ。一応ディアを撃てるんで、スペシャルポイント使わずにちょっと光属性の攻撃撃っていくわ。あ、効く。近づいてきた。待って、これ使えるんじゃないか。今撃っていいのかな。撃とう。もう撃っちゃうわ。163。めちゃくちゃ効いてますよ。効果は抜群だ。ディアやっぱ撃っていこう。撃てるときに撃とう。やっぱ光属性の攻撃に食らってるね。フレアはそんなに痛くない、フレアは痛くない。ディア落ちててよかった。結構今調子いいんじゃない。近づいてきたな。近くで何撃ってくるかなんだよな問題は。プロテス1回撃ってもいいかな。撃とうか。念には念を。なんで俺白魔同士で来た意味がない気するんだけど、こんな本に本ばっかり頼ってたら。まあいいよね、ホーリー持ってるから自分。あホーリー一回撃ってもいいかな。最悪ホーリー一回撃っても、あシェル溶けた俺。あーよかった。一回ホーリー撃とっかな。結構消費するけどちょっと使おう。エクスポーション持ってるんで回復に SP ちょっと持っていこうかなと思ったんだけど、うーんまた意地悪してきたね。まあでもシェルはちょっと使っといた方がいいわ一応。体力どんぐらいあんだこいつ。うわ結構痛いな。あこれプロテスの方がいいわ。レベル55でこれなんだ。マックスに上げてもあんなに食らうんだ。一回飲んでもいいかな。エクスポーション多分これどっちかエーテルだろう。エーテルだと思う。エクスポーション3つある。次攻撃食らったらでしょうか。ディア尽きた。これでディア尽きた完全に。これでもまだダメだな、光らないな。500ぐらいは減らしたと思うんだけどな。1000か。
線かな。こっから問題だな。エーテルである確率が相当でも高いと思うんだよね。ハイポーションでもいい。あ、ポーションか。うわ、危ね。シェル打っといてよかったっていうか、ポーションやっといてよかった。あ、さらに切れた。効果がどっちも切れた。シェルとプロテスの。あー、ミスだか。これプロテス必須だな、マジで。通常攻撃すんげえ強いじゃんこいつ、バハムート。これエーテルっぽいんだよな。だとしたらこっちエーテルだと思うんだよな。どうしようかな、 SP をちょっと、あー、どうしようかな。あ、最後の審判打てんじゃん。打とう、これは打とう。ドキューン。これで600かな、600ぐらい減らしたのかな。回復の方に持っていこうかなと思ったんだけど、今の俺の SP を。けどエクスポーション3つあるってこと考えたら、1回ディア打つわ。試し打ち、はい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 。イレース来たね。まずはプロテスかな。フレアか。駆け引きに、ま、負けた俺は。あー、でもそんなに効かないか。ちょっとさすがにエクスポーション飲むか、これは。よし、でシェル試しにサンダー1回ちょっと打ってみようかな。ちょっと打ってみっか試しに。結構効くんじゃないのこれは。なんか知らんけど効いてるっていう認識で俺いいと思うんだけど。60を食らわせたらまずまずじゃない。待てよ、 SP 貯めたい、 SP 貯めたいんでサンダー打つわ。ダークは効かないでしょ、闇属性だし。どうせ800ぐらいかな今減らしてんの。800ぐらいかな、多分860ぐらい今。光らないね。900ぐらい減らしてるけど、光らないわ。バハムートの体が、体力なくなってくると光るんだよね体が、自然と。まあ FF、 あ、来た、やばい、これはまずいですよ。あー、どうしよっかな。耐えると思うんだよな、耐えれると思う。シェルつけてるもん。耐えたね、耐えた耐えた。アレック君も頑張った、俺たちみんな頑張った。それで終わりにしない、お互いに健闘をたたえ合ってさ。それで俺が勝った風にして終わりにしない。レース来たね。プロテスかな、ここ2択ね、2択の駆け引き。はい、2択の駆け引き勝ったし、しかもミス、しかもミス。エクスポーションがまだ1個あるから、もう一発ディア打ってもいい可能性あるな。ディア打つか。一応ね、ケアルーラの、ケアルーラ用の SP は残しておきたいんだよね。危険の時に、危険回避のために。これでエクスポーション全部使い切ったから、こっからはもうケアルーラに任せるしかない、ケアルたち。まあでもサンダー打つか。アレク君ちょっと頑張ってほしいな。耐えてくれ、アレク。もうあと少しで最後の審判使えるから、ジャッジメント、ファイナルジャッジメント、ナイツ・オブ・ラウンド使いたいな。ちょっと待てよ、 SP が次のターンかな、アレク君多分次のターンはいけるでしょ、 SP 溜まるでしょ。
あ、止まんなかった。イレースが鬱陶しいね。なんでお前どこで学んだ、どこで学んだ、それ覚えたんだバハムート君。お、かわさ、いいね。チョコボがちょっと冴えてる、目冴えてるわ。あー避けられちゃうな。じゃあラストサンダー使って倒した。よし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 。あれ何にもアイテム落とさない、こいつクソ野郎だな。いや、なかなか強いですよ、バハムート。あ、これは、貴公子の記憶。貴公子ってなんだ？大工さんみたいな感じ？大工さんっていうか、なんか機械を工事する人って感じか、じゃあ。そのままだな。まったく、めんどくさいやつじゃて。まさか、まさかお主。お嬢ちゃんも一緒に未来に戻すと？どうじゃ、なかなかいいセンスじゃろう。ここもわしが作ったんじゃよ。どうやらお前さんは悪事を働くほど賢くはなさそうじゃ。わしの名はシド、天才科学者シドじゃ。よろしく頼むぞ。これ今までのこの会話てかめちゃくちゃ本当にマリオに似てるな。マリオに寄せてきてないシド側が。あら、おいバハムート、お主はわしの頭の中で何をしとったんじゃ。この状況はお主が作ったのか。え、これどういうこと。バハムート、なんで出てきたんだ。私にも分からぬ。喋った。時の番人たる私としたことが、これは奴の仕業なのか。めちゃくちゃいい声じゃん。あ、え、お前さんもか。奴と誰だ。私はなぜここにいる。指導士さんと同じものが。マジか、バハムートも助けるのか。なんじゃ、わしもこんなことになっとったのか。とにかくチョコボ、お前さんには世話になったの。あ、来た。礼と言っちゃなんじゃが、困ったらいつでもわしを呼べ。これバディになるぞ。来た来た来た、ちょっと能力だけ見よう。マイントラップ、周囲1マスまでの敵全体にダメージを与える。罠を設置する。あー、微妙だな。微妙っすねまあでもいっか。まあ使う時あるかもしれない、体力高いからね。でもスペシャルポイントがめちゃくちゃ安い。安くて、しかもダイヤ5つ持ってるのは強いんじゃない？ 5 つ持ってるキャラって結構、なんつうの、限定されてるから。